ご機嫌いかがですか？地球と貿易、人類と貿易かな？そういう話をしてるんですが、貿易というのはまず、これは絶対覚えてください。ものすごく儲かるものであると。で、かつてはスペイン、ポルトガル。スペインっていうのは日本の国土の1.5倍ぐらい。ポルトガルに至っては日本より小さい国なんですね。それが世界に貿易船を派遣することによって、大帝国になった。南北は中、あの、アメリカなんか、特に中南米という言葉がありますが、北米、中米、南米ですよね。中南米、メキシコより南は、もうスペイン語かポルトガル語を話し、彼らの領土みたいになっちゃいました。それも最初は、そこにものすごく、例えばヨーロッパに少ない金銀とか、あるいは様々な物産、当時ヨーロッパに全くなかったものだと、じゃがいもとかタバコとか、様々な、梅毒もなかったんですけど、そういうものを、彼は持ち帰ることによってものすごく儲かった。ただね、その船というのはね、これがコロンブスが、大西洋を渡ったサンタマリア号なんですが、3本マストの帆船です。帆船というのは、風がなければ前へ進みませんよね。ということは、季節によっては、季節風って言葉がありますが、風の向きが逆になるので、この季節しか渡れないなんてことも、例えば行きの、風で帰ってきて、風向きが反対になった時に、それに乗って帰ってくるので、まあ、ある意味でスピードがなく、悠長な貿易だったわけです。ところが、それが全く変わりました。それは何かっていうと、蒸気機関というものができたからです。これが、その蒸気機関を使った最初の船、黒船です。黒船と日本人は呼んでました。外輪船と言います。外に輪がついています。この、蒸気機関っていうのはピストン運動ですね。強烈なピストン運動。それをギアで回転運動に変える。陸上だと蒸気機関車になり、海の上だと、最初はスクリューがなくて、船の両脇に、水車のような輪っかをつけて、だから外の輪、外輪船っていうんです。これを回して進んでたんですね。でも、この木造船に比べたらね、全然違うわけです。まあ、大きさは一緒ぐらいに見えてもですね、まず馬力が違いますから、たくさんの荷物が積める。軍隊も積める。兵力も積める。それまで全く積めなかった重い大砲も積める。そして、浮力で動く船は、風待ちなんてしなきゃいけませんけど、そういうスケジュールに関係なく、例えば、江戸とサンフランシスコは何日でっていうふうに行けます。もちろん、で、燃料を使うんでね、石炭という燃料を使うんで、その燃料が万一切れた場合、あるいは蒸気機関が故障してしまった場合に備えて、こういう帆がまだ残ってるわけですが、基本的には帆がなくても、逆にこれが動くときは、蒸気機関がちゃんと動くときは、順風ならいいですけど、逆風なんかだと帆が邪魔になるんで、下ろすんですよね。それぐらいのものなんです。つまり、それまでスペイン、ポルトガル語が1世紀、2世紀、100年、200年かかって作った海洋帝国を、これはスピードが速くて荷物もいっぱい積めるわけですから、スペイン、ポルトガルに比べればはるかに短期間で成し遂げた国がある。それがイギリスなんです。で、イギリスはそのうちね、気がついちゃったんですよね。俺たちのこの武力、例えば、この蒸気船の上から巨大な大砲をぶっ放して、そして地上の目的物を攻撃する。これ、艦砲射撃って言うんですけど、艦砲射撃にかなうやつなんかいねえだろ。で、軍隊にしても、連発銃、海の、雨の中でも撃てる連発銃持ってるから、仮に上陸したって勝てるということで、金払うのやめちゃったんですね。要するに、武力で征服して、品物巻き上げりゃいいじゃないか。これ、帝国主義っていうんで、まずインドがやられました。イギリスもちっぽけな国ですよね。島国です。ところが、インドをやられちゃいました。で、インド植民地っていうこと、征服される場合って植民地ってことになります。で、ここで、イギリス人は、これはもう、帝国主義の悪ですけど、ケシの花を大量に栽培させて、綿花とか人間の役に立つものならいいんだけど、ケシの花を大量に栽培して麻薬をいっぱい作ったわけです。で、イギリスって水が悪い国なので、お茶が必要なんです。なんでお茶飲むかっていうと、日本人はいい水でお茶飲むって言ってますけど、実は
世界中日本ほど水が美味しいところがなくて、普通の国は水がまずいもんですから、何か、ね、混ぜないと飲めないんですよ。煮沸すればね、沸騰させれば消毒にはなるけど、消毒したからって美味しくなるとは限らないんで、そのために水、まずい水をうまく飲む工夫が、実はお茶なんですね。もう一つあります。コーヒーです。ですから、イギリス人はお茶を飲み、ライバルのフランス人はよくコーヒー飲んだっていうのはそこにもあるんで、両方とも水まずいわけです。だからお茶は必需品で、中国から買って、当時は、清いという字書いて、清国なんですけど、清国から買ってたんですね。ところが、そのうち、金なんか払わなくてもいいじゃねえかっていうことで、横着をして、インドで作ったアヘンを大量に中国に売りつけるようになって、その金で、ますます儲けたわけです。中国怒りますよね。だって自分の国の国民が、ひどい目に遭ってるのに。それで金儲けてる。とんでもねえっていうことでですね。実は、役人が、当然のことですが、アヘンを没収して焼き捨てました。そのことに対して、イギリスは我が国の荷物を勝手に燃やしたという、これ言いがかりですよね。ヤクザの言いがかりみたいなことをつけて、言いつけて文句を言う清国を武力で叩き潰した。これがアヘン戦争なんですね。アヘン戦争は、だから非常に野蛮なやり方、帝国時代の始まりだったわけです。ところがですね、その野蛮なやり口に反感を持ったのは国があります。というか正確に言うと野蛮なやり口に反感を持った人々が新しい国を作りました。アメリカですね。そもそもイギリスで、イギリスはまあカトリック的な、古いキリスト教なんですが、それに反発したプロテスタント的な新しい教えを信奉する人たちが、イギリスここなんですけどね、これがアフリカでヨーロッパがあってイギリスなんですけど、大西洋を渡って海の反対側のあまりスペイン、ポルトガルがいない北米、北アメリカにたどり着きました。今でいう東海岸、ニューヨークとかボストンあたりに上陸して、で、まあ暮らしてたわけです。でも最初はあくまでイギリスの植民地下のアメリカだったわけですけれども、まあ宗教が違うし、まあ同じキリスト教ではあるけれども、あいつらは異端だということで、何かと本国のイギリス人は彼らをいじめたんですよ。例えばどういうふうにいじめたかっていうと、やっぱりアメリカもね、今でこそミネラルウォーターなんかあるけれども、あれ、水がまずいとこだったんで、最初はイギリスを通してお茶を買ってたんです。お茶を飲む習慣はイギリス人特有のものですから。ところが、そのお茶をそのうち法外な高い値段で、イギリス人はその植民地のイギリス人に売りつけるようになった。怒ったのちのアメリカ人、アメリカ在住の植民地、植民地アメリカ在住のイギリス人たちは、ボストンの港の外、ボストン郊外で、イギリス商人が不当に高く売りつけてきた茶箱を全部海の中に叩き込んで、そっからアメリカ独立戦争が始まったんですね。ボストンティーパーティー、茶会事件と言います。ボストンパーティーというのは、政党の意味にもなるので、今、アメリカの保守政党でボストンティーパーティーっていう、まあ、シャレみたいな政党があるんですが、とにかく、このボストンティーパーティー事件はアメリカ人なら誰でも知ってる事件と言って過言ではない。で、その頃からなんです。実は、その時からですね。もう、こんなもん飲めるかいっていうんで、アメリカ人はコーヒーを飲むようになった。今でこそね、アメリカ人また紅茶飲むようになったんですけど、一昔前は、アメリカで紅茶を頼むと、白人がね、イギリス人か変わり者だと言われたっていうような話もあるぐらいなんですね。で、そのアメリカという国はイギリスの不当なやり方、とにかく力任せに人を潰すようなやり方に反発して、新しい国を築いていったわけですね。そういう人たちが新しい希望を持って、イギリスみたいな乱暴なやり方じゃなくて、お互い共存共栄の、そもそも貿易って儲かるんだから、貿易のパートナーを
選びたいと思ったわけです。その国どこだかわかりますか？これみんな知らない人が多いんですけど、それは我々の国、日本なんです。じゃあどうしてそういうことになったかっていうことはまたご説明したいと思います。